沖縄でハワイアンフードを食べたい時に立ち寄るお店、ポケやアサイーボール、ガーリックシュリンプサラダ、お店によってそれぞれ特色が違うので、いろいろ楽しめるモーニンググループさん、いろんな動画取り上げていますので、よかったら遡ってみてください。そのモーニンググループに新しい仲間が増えて、モーニングスタンドが開業。なかなか行けず、今回やっと訪問することができました。ご覧ください。ポケボールのアヒ、ポケボールのアヒで、はい、うん、レギュラーで、ベースがホワイトで、トッピング何かしますか？トビコ、トビコ、トビコ、はい、あ、もっと、あ、入ってるんだ、なるほど、あ、じゃあいいです。こっちの写真にあるのは入ってるんですけど、うん、アボカドとかは入ってます。あ、大丈夫、うん、うん、はい、うん、あとソースが、ソース、ハワイアンチリソルトだけ、チリソルト、うん、はい、アサイーボール、レギュラーサイズでよろしかったですか？レギュラーで、ソース、あとスーパーフードの中からおすすめ、スーパーフード、ココナッツ、ココナッツで、ハニーで、食べる、一人で食べおいしい。うん。うまいね。おいしい。うん、フルーツが美味しい。うん。ナッツ。ナッツは、あ、食べたら食べた。あ、そのソースかかってるでしょ、うんうん。このなんかシリアルみたいなのが美味しい。あ、そうです。うん、あ、シリアル食ったら、うん。はい。バナナ、バナ、バナナどうね。バナナ。バナ。バナナ。ね、季節のフルーツ乗せてくれて、ま、美味しい。バナナもうまいな。どうしたらこの話やっとったって。あ、そう。おしゃべりながら。なっちゃ。それでもこれは初めてじゃん。こんなんなかったよ。うん、ない。なんかあっさりして美味しい。美味しいわ。結構深いね。深い。うん。うわさ。体にいいね。うん。その都度超えてトッピング自分らでやるよ。うん。ああ。うん。結局天気いいじゃん。ね、めっちゃいい。めっちゃいいよ。うん。すごいね。こんなんもあって。Thank you.
ぱいやつ。あの結構ハイヤーっていうんだよね。ハイヤーね、すごいね。なんか鳴ってる。こっち行ったらもう米軍基地でしょ。そう、でも入り口はそこ、米軍基地の入り口なんだ。フルーツが美味しい。うまいな。美味しいな。アサギいいな。うん、これで体にね、いいし、最高やん。ビタミンいっぱい取ってない。取らんだからね。うん、ちゃんと打てない。美味しいね。結構にぎわってんな。中心出るよ。おいしいな。なんかピーナッツとアサイが合うと思わなかった。うん、ね、すごいいい組み合わせ。フルーツもいっぱい食べれるし。すごいな、いいね。で、同じアサイでも全然味変わるよね。そうね。そうやね。向こうイチゴ冷凍やったけど、ここすごいほんまに美味しい。甘いの。フルーツが美味しい。この時期もそうやし、なんかアメリカのイチゴって硬いし甘くないし、酸っぱい。でもこれ日本のイチゴね。めっちゃ美味しい。甘い。ああ。あっという間に食べちゃった。甘かったな。これうまいわ。次の予約も入れます。美味しかった。美味しかったね。モーニングシリーズ、これ、ね、今のところ全制覇で。制覇した。どこが良かったですかって言われたらな。でも全部それなりに味が違う。いやだから、どこが良かったですかって言われたら全部って言いそうなってんけど、でも全部外れは絶対ないやん。美味しいやん。美味しい美味しい。うん、いやだからここやからどうとかじゃなくて、ここも美味しかったやん。美味しかった。うん、元のそのモーニングシリーズのそのグループのお味が結構合うやんか。合うね。だからここも美味しかったよ。美味しかった。アサイのあの果物めっちゃ美味しかった。あれはうまかった。なんかさっぱりしてて、果物も、うん、めっちゃあのココナッツのあのトッピングもよく効いて、うん、美味しかったね。ねえ、うん、あれは良かったね。シリアルも良かったし。なかなか良かったです、うん、美味しかった、ね、またこよ。いや、で初めて聞かれたよ、どこが良かったですか言われて。いやもう全部やね。ほんまにね。まあ全部、うん、あの別に嘘じゃなくて ね、本当に美味しかったやんのことかな。だからこれ動画見てもらったら分かると思うけど、ほんまに美味しいもんな。うん、ね、美味しい美味しい、うん、みんなおすすめなんで、また、ね、おすすめやな。ぜひ来てください。全制覇して全 T シャツ買うてたのか。ね、これ見たら嬉しいって言ってくれてたや。え、でもこれ全部やよ。全部制覇やね。なんでドアーズは、ほらどうですか、乗ってるやん。あ、こういうことか。あ、はい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 、これもうコンプリートってこと。そうなるほど、なんかスタンプラリストみたいな。うん、へえ、面白い。すごい、お腹いっぱいなんだ。アメリカの人たちやね。めっちゃね、すごいね、うん、ここどうもなんかお住まいがあるみたいで、その人どうも。あ、そうなの。うん、さっきベビーカーの女性が子供連れて帰って介護してた。あ、そうなの。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。